3月27日、矢野和弘監査人が愛媛県庁を訪れ、平成30年度包括外部監査の結果を中村知事に報告しました。矢野監査人は、今回の外部監査では、教育委員会の財務に関する事務の執行について監査を実施した。事務の執行及び事業の管理ともに大きな問題点はないが、事務処理の執行体制や執行方法にいくつか改善すべき点が見られたと述べ、主な指摘事項について説明しました。これに対して中村知事は、ご指摘いただいた点については速やかに改善できる点が大半だと思うので、速やかに対応するようにしたい。限られた期間の中、貴重なご提言をいただきありがとうございますと述べました。